道路交通情報をお知らせします。はじめに北関東道を高崎方面へ走行中の方にお知らせします。この先高崎ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。続いて外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。ビデルジャンクションを先頭に4キロほど、また外環裏ワンカーを先頭に3キロほどそれぞれ渋滞しています。引き続き北関東道を宇都宮方面へ走行中の方にお知らせします。大谷矢部塚インターの先24キロポスト付近に積み荷があります。ハンディラジオ北関東道駒形よりお伝えしました。あなたに実装がございます。